エスメラルダ海山ミヤマとは海底地形の一種。海底から1000メートル以上の飛行を有する比較的孤立した高所部であって頂上の小道が大きくないもの。ミヤマと海大とは一般に頂上とその周囲の海洋程との飛行で区別され、飛行が1000メートル以上のものが宮間、1000メートル未満のものが海級と呼ばれる。宮間のうち頂部が200メートルよりも深く、 頂上が平坦なものを二葉と呼ぶ。宮間から採集された基板岩がほぼ玄武岩であることから、宮間はすべて海底火山であると推定されている。したがって、宮間はホットスポット上や海溝近辺に多く存在する。その頂上の深度と噴火の規模によっては、頂上が海面上に現れ、新たな島となることもある。海上で変色水が認められる場合、宮間の噴火が起きる。 可能性が高いため、接近は危険である。噴火が直撃し、船体が跡形もなく破壊された事例も確認されている。危険な海山に対しては、航行警報も発表されている。危険な海山の例としては、福徳岡の場は活発な火山活動が確認できることから、海上保安庁が常時監視しており、一般の船舶の接近も禁止している。 定着した名称がない海山を含む海底地形を新たに命名する場合、国際水路機関とユネスコ政府間海洋学院会参加にある海底地形名称小委員会に各国が申請し、承認を得ると海底地形名称に収録され、世界に周知される仕組みである。近年、等の領有権や領海、排他的経済水域、 大陸法とそこにある資源など海洋権益をめぐる対立が増え、その海域への影響力を誇示する意味でも、海底地形に自国風の名称をつけようとする国々が目立つ。日本政府も海底地形に天体や日本の海洋学者、作家名などにちなんだ名称をスカフェンに提案し、承認されている。このうち沖縄諸島南方については、安な海山、芭蕉海山、 秋子海山などからなる文豪宮町契区として2018年1月4日に確定した。なお北太平洋の天皇宮山群は米国の海洋学者が1954年に命名したもので上記のような背景や日本政府の意図とは無関係である。ありがとうございます。